本日は酔っ払いプレーなり。目の前にはアルコール 9% のストロングゼロと、あれなんだっけ、ストロングと、ミスドのもっちクリーム2個戻ったよ。なんか酒飲んでることにすげえ呆れられてる雰囲気な感じがしましたね。してないよ。さあ血は喧嘩、まあまあ落ち着きたまえよ。どうして君は緑じゃなくて赤なの？いや赤よりも紫かな。でも目と鼻は赤いよね。真っ赤の花の町中井さん、あれ話聞いてなかった。なんてあんぷやあ沖のサンプルを回収を担当してます。すごいね。あっちゃって挟まれちゃって何？どうも人間、これが峡谷の主要発電機です。おお。そっか、もう電気ついてるもんね。めっちゃ見られる、めっちゃ見られる。ポケモントレーナーみたい。で、何？発電機だ。これに機能するバッテリーがついてる。ってことは、これはもう何もしなくていいのかな？何？これ研究所じゃなくてね、じゃあ発電所だったの。ということは、こっちなんかあるね。あのですね、私をですね、いつもですね、監視してくる、監視ちゃんがいるんですけどね、その人がですね、なんであなた家誘われた時に行かなかったのって、なんかなんだっけ、兄弟がいたじゃないですか、ガルーラと、あ、めっちゃ名前忘れたな、なんかその人の家に行かなくちゃいけないらしくって、もらう、なんか水もらった、今俺水いる、水サンプルです、水めっちゃいる、飲む、お酒飲む、なんかもう9番まで行くとなんかあれだよね、もうなんかアルコールだよね。前も話したことあるかもしれないですけど、私お酒ダメですからね、ダメなのに飲んでるからね、今どうなってるかって言うと、全身もやけどしたかのようにね、真っ赤っかなんですわ。まあ、ちょっとその、飲んだ時間から経って、お風呂入ったりとかしてからの実況プレイなので、まあ赤みは取れてるんですけど、でも体温めると、ほら確かなんて言ったらいいの？アルコールが回っちまうだすから、やばいかもしれないよね。あれ遺跡どこだっけ、遺跡はどこですか。遺跡に家っつってたよね。ってことは遺跡に行ったら家にたどり着けるのかな。違ったらヒントくれた相方さんぶっ飛ばす。なんでって言われるかもしれない。すいません。家どこなんだろうね。これは違うね。これは確かあれだよね、一時的なものでジュイーンベーってやつですから。あれ、あ、こういう感じのとこ進めない、ごめんなさい、ちょっと黙ります。ドーナツく、うん、うまいね。なんか一目惚れしたんすよ、ミスドで。これもう大体決まってるんです。ポンデリングとハニーチューしか食べないんですけど、基本あと時々ゴールデンチョコレート。ゴールデンチョコレートっても食べ方難しいよね。あれ、何つったらいいんだろう。ポロポロ、おっとっと来た、ガルーラ。あ、ニコ、会いに来くんやか。いや、この先ならついてきな。めっちゃじわじわついていくじゃん。やったー、来てくれた、あれ取ってくる。なんで、来たしていいじゃないけど、楽にしてくれ。あらー、ガサ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 してるよ。はい、これ受け取って。なーに、背中がかゆいの。はい、今回のサムネ候補分かった？全然反応してくんない。まあいいや。わぁ、羽だ。あ、なるほど。で、インクつけて、これでカキカキができるようになると、そりゃこっち行かないといけないっすわね。うん、羽ペンってやつですな。おばあちゃんに羽が暗いところで光るし、未来のことも分かるんだ、すごい、とか、まあそんな感じね。おばあちゃん死ぬ直前に父さんに羽をあげたんだ。父さんはこれを家宝として下の代に受け継がせると思ってたら、ユニコーンがふさわしいと思う。重い、重すぎるだ。当たり前、父さんそれも望んだと、ありがとう。で、ってことはこれに、これ
そうだ、羽ペンとして昔絵本で見たことあるんだ。おい、これできた。でも今つけちゃったけど大丈夫、乾かない？絶対パリッパリになると思うんですよね。やっちまった、3日も。字の読み方も教えてください。あ、ってことはこれもしかしてだけ、もしかしてだけど、これって、あ、全然無視ですね。あ、メイズ、それがあのお姉さんの名前。あの人はとても強い、植物の精霊などが証拠を守ってたんだ。でも太陽が死んでから体調が急速に悪化した。そう、手遅れの前に2個見つけてから助かると言うと言ってて、もう一度見つけるやつで妖怪やるで。あ、関係なかったのか。なんだ、これてっきり使えるものかと思ってたけど、え、使えないの？本当？リアリ？ぬいぐるみだ。それ私の家にお友達してくれたの。そうなの？その人も狐の方でしかも喋れるの？え？狐が喋るっていうことは解決ゾロリですかね。真面目に不真面目。あの真面目に不真面目っていうそのなんていうのスローガンいいっすよね。僕もいつもあの嫁に言って呆れられるんですけどね。あのあたらでさんあた不真面目なのに真面目になれるかっちゅうねボケって言われちゃうんですけどね。もうそんなこと言ってないって後ろで言ってるんですけど。あ、今日ちなみに後ろいます。でも大きくなった友達が教えてくれる。でこっち行ったら何がある？こっち行ったら待って、何中庭行く方、味方、私も一緒に行く。俺もお前ら子供かよ。でもお前らさ今完全に上下に分かれてったよね。もう一緒に行動する気がないやん。いやー、ふざけてるよね。何これ、ボールだ。それ私の前みたいに全然跳ねないけどね。空気が足んねえんだよ、空気が。お邪魔します。なんだ、ここの服ずった。お前らかい、俺昔はどっかに行くぞ。正義にも捨ててないな。もう今はもう行く手段がないだろ。ボートはないし、あ、ボートか。泳げないんだ、泳げないんだ、情けないね。出てくるよ。でもそいつとしばらく会ってないだ。いつ戻ってくるのかな。またお母さんに会いたいな。ほら、ガルーラ、うん。お兄ちゃんの名前って何だったっけ？パトリック？それともチャン？それはもうあれだよね、フィギュアスケートの人だよね。お、個人的にはプルシェンコかっこいいんだよな。プルシェンコってめっちゃかっこよくない？あの長身でくる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 回ってさ表現がカスすぎる。あ、本当だぞ。いろいろあるけど、だってここ、これだってこれ以上ないもんね、何もね。じゃあ仕方ないよね。戻ろう、バイバイ。もう二度と会うこともないだろうぜ。やっつ、よいしょ。うん。あ、君なんかいたっけ？どうも人間。うん、すごい当たり前の情報ありがとう。とりあえず戻ってったらいいのかな。で、羽ペンを装備しないといけないから、こっち、うん、組み合わせ知ってる知ってる。いつも噛んでも噛んでも組み合わせようと組み合わせようとしてると思わないでね、猫。あ、猫って言ったら怒るんだっけ。まあいいや。うん。口の周りが粉だらけになってる。で、ここで書けるようになったから書くもん持ってきただかっていう、あの天空の城ラピュタさんに話しに行って、おい、持ってきたよ。その通りだ。だから何か忘れてね。太陽持ってないと入国できないの？マジか。ってことはあのなんだっけ、ガルーラがじゃなくてあのお姉さんメイズっていう、あ、じゃ邪魔、メイズっていうあのアトラクションがあるんですよ。さあどこだって言うんですけど、どこの遊園地だって言うんですけど、それが分かった方にはですね、あの賞金100万円をあげたふりをします。誰があげるか。痛い、なんか蹴られてる。なんで、怖い怖い。なんで蹴った。蹴った理由を簡潔に16時の述べよう。いないじゃないぜ。暗い、怖い。で、あれでしょ、ついにやつはついにウォーカーとかしている。マジかよ、太陽吸い尽くしちゃってくれてんじゃん。明かりが消えてる。ブルーホースなんでこうなったかわかる？いや、俺わかるわけがないよね。そう、本当に。でもあ、なんか光ってる。あ、なるほど、こいつが吸い取ったのね。明かりがまたついた。ふぅ、あれ、ちょっと待って。ん？メイズズー。正解はハウステンボスでした。
何階建てだっけな、3階建てだか4階建てだかの迷路があってですね、それをですね、まあ、当時嫁さんは彼女だったんですけど、彼女とまあ2泊3日で行って、2日目のね午前中にね行ったんですけれども、なかなかハードでしてね、午前中いっぱいかけてようやくクリアして、でもらったのがカード2枚というね、うっそーんみたいな感じだったんですけど、まあでもやっぱりああいうアクティビティなことってなかなか遊園地でできなかったりしますから、そのプールとかを除いてっていうことを考えたら、もう疲れておこうか。お休みタイム？皆さんすいません、今日の動画かなり短くなります。なぜかというとね、まあ、見ていただいた通りなんですけれども、まあどっかのバカもね、すごい酔っ払ってて、いつもより滑舌が悪いくせに、ベラ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 喋ろう、いつものトーンで喋ろうとしていますので、ところで西ってさ、どんどん進んでってるんですけど、全然西にたどり着ける気がしないんですけどね。西ってどこよ？疲れたから動けないよって言ってさ、もうお前アンパンマンよりしょぼいな、お前アンパンマンは体力ないぞ、顔が濡れたら力出ないけど。ところで西ってこっちで合ってるの？あ、なんか、ちょっと待って、暴れ回ってる人がいるよ。ほい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 。さあ、捕まえてやろう。捕まえた！ママのためにホテル。はは、捕まえ。なるほど。君はホタル、俺はお前を捕まえようとしている。はははは。ああ。で、こっち来たの？こっちでもさ、確かさ、戻ってきたやつなんじゃないの？で、西の方にどんどん向かってきてるんですけど、これでも、違うよね。レッドどこよ？まあ、西って言ってさ、自分が寝たいって言ってんだったらさ、自分が寝たい場所までの地図をさ、はっきりはっきり、具体的に提示していただかないと、操作してるのは私なんですよ。サビ？レッド、これか。寝ないんかい、ね、なるほど、ベッドじゃないとダメ、マットレスじゃ私は寝ないと。貴様、まあまあ落ち着きよ。これでベッドってとこ、お昼寝するスペースをちょっと探してね、3000人って言って。まる子や、ほんとにどこ、こちら、ここが違う気がする。ここかー。しまった。
会場です。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。